やっとロキーシーズン2エピソード1が配信となりました。え今回の解説がだいぶ遅くなりましたけれども、お許しください。さあ、早速ですけれども、え今回はいろいろと解説していきたいと思いますので、よろしくお付き合いください。For all time always! まず気になるのが征服者の家具の彫刻シーズン1フィナーレについていた彫刻と同じもののはずですがよく見てみるとアントマンワスプ「ク u ントマニアに登場した家具の顔と違って傷がないので傷がつく前の間もしくは別の変異体の可能性があると思います 今度、K 氏が登場します。ここは過去であることのいくつかのヒントがあります。まず、K 氏が掃除係。以前、彼はデスクで仕事する以外の記憶がないと言っていたので、これは記憶が削除される前の段階だろう。TVA モニターは、えー、シーズン1と違うデザインと、もちろんこの後、モニターが落ちて、ひび割れが、えー、起きます。 その後、現在の KC が知る限りはずっとあったひび割れだというふうに言ってるので、ひび割れができた時に立ち会っていたのに、えー、覚えてないということは、えー、この後記憶が削除されるということですね。 ラファエル・カサールが演じる X5。彼は予告編に何度も登場しているんですが、俳優のブラッド・ウルフも演じているということですね。X5 はこのウルフの単なる変異体なのか、それともこの後タイムラインに戻ってウルフになるのかがまだ不明。ちなみにこの後のシーンに映る腕の傷も複製になる気がする。 単純な疑問だけど、それぞれのタイムラインが交差するところがあって、これはインカージョンでしょうかそれとも単に両方のタイムラインに同じイベントがあったのとか、まあ、おそらく、カングダイナスティやシークレットウォーズでわかるでしょう またゾッとするシーンですが、今度はリリーフだけど、おそらく真ん中に映っているのは、エリとかヘルメットがないところから言うとあり続けるものではないでしょうか。え他はカンだろうが、よく見てみると、それぞれヘルメットの形とかえ耳の形も違うので、おそらくそれぞれ違う変異体なのではないかと。 ウォールームのシーン、現在。またリリーフが気になります。まずこちら。どう見ても前にいるギャンブルハンジのリリーフ。そしてこちらはドックス処遇のリリーフ。しかしハンター B15 の後ろにあるのは行方不明になっているレンスレアのではあるまいし、この眠る姫でもないし、誰だろう。そのうちにわかるんでしょうかね。それに、このおじさんにはなぜリリーフがないのか。 もしかして寝るふりをして実はスパイをやっているとかクレジットに名前はないけど、タスキを見ると彼もギャンブルと同じ感じですね。また疑問に思うのはこの方々にリリーフがあるぐらいだから長く TVA にいるはず。もしかして TVA の初期段階からいて、カングと共に築き上げてきたかもしれない。さらにそもそもなぜ TVA にウォールームがあるのか ウォールームとは戦争になると1箇所に空軍とか陸軍などさまざまなあの軍隊の司令官が集まって互いに相談しながら作戦を練ったり実行したりする部屋のことを言うけど TVA は普通は戦争する必要があるのかなこれから起きるシークレットウォーズのためなのかそれともシーズン1エピソード1にミス・ミニッツが紹介したマルチバース戦争の名残なのか まあそうするとドクス将軍が受けている様々な勲章の説明がつくかもしれないですね。タイムキーパーの勲章いっぱいですね。 次は衝撃のシーンの一つ。昔のテープリールに制服者、カング、もしくはあり続けるものとレンスレアの声が収録されています。よく見てみると、ロキが再生するテープリールは一つではなく二つ。しかも二つ目のテープリールはすでに動いていた。なぜ二つだろうかねそして再生したのは誰だろうか。それぞれ同じものが録音されているんだけど、二つ目は監視のところが収録されている。 両方の録音を合わせて話すといろいろありますよね。もちろん定かではないけれど、声の抑揚を聞いていると、声はアントマンワスプ、クワントマニアのカングのように聞こえます。 そこで思うことはいくつかあります。まず原作コミックスでは、カングはレンスレアに片思いをしてても全く惚れてます。だけどなかなか一緒になれない。最初はバルタグという手下に殺されたりとか、他のタイムラインではレンスレアがカングになる、えー、なりすまし、カング帝国を滑ったりとか。えー、その最後にカングは戻ってきて、共に帝国を滑るよう計画を進めるけれど、振られるとか。 もしかして、リールテープにあるセリフ、共に意識を取れて嬉しいとは、レンスレアがカグの帝国である TVA の共同創立者だったことを、えー、示唆しているような気がします。しかし、その後、彼女を自分を守るために、タイムキーパーの神話を TVA 内に流して、レンスレアに記憶を削除して TVA のトップにしたかも。TVA のトップだったら彼女を遠くから、まあ、居場所とか安否を確認しつつ自分も隠れることができるんですね。 しかしどこかのタイミングで原作みたく、カング協議会で殺されるんでしょうね。アントマン・アンド・ワス・コアントマニアで、カングはここで言っていたことはそれかも。You have no idea what I have lost! And I will burn them out of time for what they've done to me.For us.For all time.Always. そして、ここにあった TVA のスローガンの発祥がわかる。恋人同士の約束。私たちのために永遠に時を、いつでも。この場合は、私たちのため永遠に、いつまでもかな。最後にまだ意味がわからないけれど、スクリーンにクローズアップすると、収録日付2321年6月12日になっていますね。All I know is I was in the past.It was he who r e m a i n s t e p a e s o maybe that's how it s possible. 確かにあり続けるもののタイムパッドだった。え、ということはあり続けるものは TVA の過去に行き来していたということ。おそらく自分のためにタイムラインへの微調整をしていたのでは。ちなみにあり続けるもののタイムパッドがクレジットに登場するし、あと形的にはどこか見覚えがあるな。ウルボルス。 かオルボルスの方が好きだけどね。まあいいか。え実は原作コミックスでも登場しています。とてもとてもマイナーキャラクターでセリフも少なくすぐに殺されるけど、シーハルクが TVA によって裁判をかけられる時に担当する判事だった。私はオルボルスの方が好きだけどね。オルボルスの方が好きだけどね。オルボルスの t が好きだけどね。e ルボ o スの方が好きだけど left immediately how are the other guys doing what other guys what other guys it's just ob it's just ob 詳細はきっと今後明らかになると思うけど、OB のことをうまく覚えてないのは、明らかにロキが言ってたように、モビは記憶が消されてるから。でも、OB はモビを覚えてるので、もしかして OB だけは記憶が消されていないかもしれない。このエピソードを見てると、どうやらウルボルスはロキの導き役になる。今までの極編を見てるとわかると思うけど、どうやらロキはタイムループにはまっている。これも意外なところで確認できている。 Oh, trapped in a time loop? It happens more often than you think. Just remain calm. Most loops only last five to six thousand years. Eventually, time should correct course and send you on your merry way. While you may have endured unending monotony, you'll get over it with time. For all time, always. Ba da ba ba ba. で、そのループから出るための案内役がウルボルスになるのではしかし、家具がモビなどの記憶を削除しているのに、ウルボルスのを削除していないなら、もしかしてこれはすべて計画取りだという意味がするかもしれない。前々から言ってるけど、ロキがタイムスリップするときは、カマラちゃんがキャロルと入り替わるときの現象にいてく おそらく同じ原理の現象でロキの場合はタイムを行き来するけど、カマダちゃんは空間を行き来することになる。I ロキは現在とつながりながら過去を変えて、そのままリアルタイムに影響が現在に現れる。これはレコードのような仕組みで、以前考察動画で説明していますので、各キリンクから入ってみてくださいね。ちなみに時間オーラ抽出機は初めて登場する技術ではあるけれど、時間オーラはシーズン1エピソード1の時でも登場していました。 時間折り機は初めて登場するものだと思いきや実はシーズン1エピソード5にレンスレアが胸ム空間などについての説明をするときにミス・ミニツが 3D ダイアグラムとして呼び出す。マイ なぜ剪定部を落とすけどオルボルスがくれた時計は落ちないのかなさあここはどうなってんのって感じですよね直感で言うとデンマとシルビーの出現はこのタイミングにここにロキを留めるためのものだったさて誰がロキを選定したの おそらくロキが。ロキが自分を選定した。ロキがそうするとこの後の旅に出て、このタイミングに戻ってきて自分を選定できるように。で、こういうまあロキは二人が鉢合わせする映像が予告編にもあるしね。で、もともと古代スカンジナビア語ではロキの名前はループという意味で、シンマでは何度も何度もラグナロックを起こす人物になっている。 ちなみにきっとオルボルスが今シーズンに登場したのも同じ理由で、もともとギリシャなどの神話では、え自分の尻尾を食べる蛇で永遠に繰り返すループ、始まりと終わりが一つになっていることを象徴するシンボルだった。時間が大きなループであることと、今回の物語と神聖なるタイムラインが大きなループ上で、マルチバス戦争が始まりと終わりになっていることを象徴しているような気がします。 続いてはエンドクレジットもシーズン1みたいに伏線だらけだと思われます。メモ。気になるけど正直全く考察ない。いろいろ調べたりしたんだけども分からないです。X5 はブラッドウルーフという役者だからもしかして作品のメモに過ぎないかもしれないです。知るのが楽しみです。 時間の折り木の図形のようだけど、おそらくシーズン1みたいに映っている指はあり続けるものの指ではないかと、えー。聖なる時間軸を監視し整備すると書いてあります。今回の出来事などを監視しているやはりロキーたちは操られてる次はブラックホール、ユニバースの終わりの本。オルボルスが話していたスパゲッティ化の話は、えー、実際存在する現象で、 ブラックホールに落ちるものはすすまじい重力がかかっていますが、例えば人間は足から飛び込んだら、足にかかる重力と頭にかかっている重力は違うので、スパゲッティみたいに引き伸ばされて落ちていくことになる。それがスパゲッティ化現象。おそらく痛いだろうね。シーズン1エピソード6に登場したあり続けるものの主催の要素だけど、フィナーレの時の画像と照らし合わせてみると、丸がなくなっています。 もしかして、書斎で起きたことがこのループの一部なのかも、今シーズンはまたこの書斎に戻る映像があることが分かっているので、可能性はあるかなと思います。 次はレコードプレイヤーが映ります。前から言っているように今回のタイムループなどが起きるのは、えー、傷ついたレコードと同じような仕組みだっていうふうに言っております。それを解説する動画のリンクを書きに載せるのでぜひ見てください。ちなみによく見てみると数字に書いてあるんですけれども616が目立ちます。これはアース616のことでしょうかね。そうすると他の数字もいろいろなタイムラインの数字かもしれない。 えー、オルボルスがくれたクロノメータ。ー、どうやらクロノンを測る機械だけど、えー、クロノンは理論物理学とか量子力学で実際存在する単位で、時間を形成する最も小さな単位です。1時間あたりのクロノン数を測るようだけど、実は調べてみたらとても小さな単位だから、1時間だけでもとんでもない数字になるから、えー、これで測るのはもう無理です。<laughs> あり続けるものを殺した後のシルビーは、えー、もうまた、えー、分岐タイムラインのオクラホーマーに行っています、えー。これは意図的なのか、もともとあり続けるもののタイムパートに入っていたものなのかはわからないけど興味深い。しかしシーズン1エピソード1にもシルビーはオクラホーマーに行っている。オクラホーマーに何か特別なものあるかなアメリカ人として言えるのは特別なものはありません。ただのドウェイナカです。Not squirrel, not そしてマクドナルドに迷い込んで全てを経験したいと人生ずっとただただ TVA から逃げ続けてきたシルビーですから単純に今まで味わ,わってこなかった安らぎとか仲間と戯れることなどを経験したいだろうとこのシーンを説明する監督ですけれどもかわいいね <noise> さて、また、えー、エピソード2が楽しみですね、えー。もし私が見落とした伏線だったりとか、もしあればぜひ教えてください。次、え、回、ー、に向けて何かご質問だったりとかコメントがあったらぜひコメント欄に残してください。それでは次回までは Stay safe and stay super.